ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今、冒頭見てもらった通りね、テクノスポーツ、波動、AR、拡張現実の世界で遊ぶスポーツをですね、体験してきました。そちらの紹介なんですけども、こちらですね、今、ホームページ、公式のホームページに見ます。ビーザヒロ、波動を打ってヒロになれっていう、このタイトル通りの、アクロバティックなこの動き、まだこういう感じのスタジアムである大会っていうのが開かれてるかどうかでちょっと僕はまだ分かんないんですけど、実際なんかプロリーグみたいなのもね、これから作っていって、どんどん選手層を厚くしていって、エンターテインメントとしてね、成長していくみたいなことをね、このハードを作ったメリープさんっていうか、会社の社長の福田さんがねおっしゃってましたけど、はい。で、こちらの、会社にですね、今日遊びに行って、波動何種類か、こうゲームの種類があって、この波動の波動って言って、この球をぶつけ合うドッジボール形式のものと、波動 X ボールって、その、ゴールがあって、それにボール入れて得点するような、サッカーみたいな、ハンドボールの方がちょっと近いのかな。ドッジボールとハンドボールをこう組み合わせたようなスポーツ。これが波動 X ボールですね。であとは波動モンスターバトル。で、波動シュート。で、波動カート。この波動カード俺すげえやりたいんだけど、なんかドンキーコングみたいになりそうですけど、俺が言ったら。今回やったのがこの波動 X ボール。ってことで、実際こう行った時の映像を今から流しますね。はい、でこんな感じで、これが僕ですね。ウォーズマンみたいな感じなんですよ。でこちらですね、こちらの白い T シャツ、ロンTの方が社長さんですよ、ね、直接いろいろ教えていただきました。はい、でこれがコート、大体これぐらいの、何メートルぐらいなんだろう、これぐらいのコートの中で戦い合う感じですね。でこの後ろのあたりに、ね、このゴールが ある設定になってます。今この画面だと見えないんですけど、でこの手につけてるやつがそのセンサーと、あとゴーグルですね。だからこれ右腕とこのゴーグルの2点でやっていく感じになってます。で次の動画、こんな感じで、今ね、烈風拳みたいな感じの波動がこう、ビラッて出てますね。で、こっちにいる、対戦相手ですね、の方に今、すげえ打ってます。ビューンってすげえ飛んでってますね。で、向こうも打ってきてますね。結構当たんないです、これ。なんか、まっすぐ打たないと、相手にちゃんと飛んでいかないですね。でこの手のフルスピードとかで相手に対してこう飛んで、なんかブレードっていうんですけど、これの飛んでくスピードは手の振りで変わってくることをおっしゃってました。実際変わります。こんな感じで手で振って、思いっきり振ってるんですけどね、なんか手の振りが遅いのかな、俺あんまりバッてすげえスピードで飛んでいかなかったですけど、でここの画面でそのブレードが飛んでってる画面見れるという感じです。で次の動画ですね。あ、大丈夫ですよ、全然、はい。これ実際に試合した時の映像なんですけど、これ生徒さんたちが真剣に、ね、こんな感じ、こんな感じ。今飛んでったなんか三日月状のやつがブレードって言って、相手をこう倒すブレードです。これブレードね。で今黄色い丸のやつがシュートのボールですね。このシュートボールをここの後ろにあるゴールに投げ入れるとかで得点になるというような感じですね。この先生のこの解説を見ながら、この生徒さんたちが波動を覚えていくっていう。今実際この社長がすごいんです、動きが。ここね、
端っこ狙うのが結構なんか受けが良かったっぽいですね。まあ、こんな感じで今打ったブレードの説明とか、ブレード、あとこれが元気玉 X ボールっていうのかな、これが X ボールって技があって、手を上に上げると元気玉みたいなやつをこうパワーを貯めて打つことができます。その時の動画なかったのかな。あ、これが今のがボールで、元気玉打ったやつあったかな。まあ、試合中で確かね、あの味方のこのボーダーの服着ている方が確か打ってたんで、あ、これがあの元気玉ね。この黒い人がうわーって上上げて、で一歩前に出ながらこうやる、ブーンドーンみたいな、これでダウンしてしちゃうんですよ、相手がもう敗因行為みたいな感じですね。でこれで練習終わりです。で今ね、この僕とね、このボーダーの裸足のボーダーの方とこの黒い方と、あと社長、福田社長ですね、この4人でこれからちょっと1試合やってきますんで、ちょっと一緒に見ていきましょう。はい、これですね。今これちょっと練習状態、どれぐらいから始まったかな。じゃあちょっとこれぐらいから見ていきましょうか。で僕とボーダーの論理の方と、すみません名前ちょっと聞かなかったので、すみません。で福田社長とこの黒のロンティー来てる方、2オン2波動 X ボールは2対2でやる競技です。はい、あ、でここに今1分40秒って書いてあるんですけど、波動 X ボールは、100秒間で、勝敗が決するスポーツですね。でここに上にゴールがあって、相手方の上にもゴールがある。でこのブレードで相手をダウンさせながら、ちょっと戦略的に動いて点を稼いでいくっていうゲームですね。ではスタートですね。じゃあゆっくり見ていきましょう。下の一点スコアボードがあります。こうブレードのスピードが全然違う。これが元気玉1点ですよ。でこれダウンしたら、このね、ダウンした状態になるんで、そうこれで手のひらを上に向けて木を貯めるとシュートが打つ。横に移動しながらこのブレードを打って、ああこれ今もう展開早すぎてね、俺何やられてるかちょっと分かんなかったんだよね。きっかけこれでキャッチされた。ここね、一緒にいた方がね、あの前衛にいて、結構ね、ブロックしてくれましたね。僕は後ろでこうやって打ってみたりとか、それ元気玉。元気玉打つと難しいんだよね、左に取れちゃうから。なんか。全然すげえ、この攻防やばい。連続で打たれると右手でしかキャッチできないから取れなかったりするんで、あとゴーグルでさ、視界が狭いからしっかり相手捕捉していないと打てない。今のね、すごいよ、今のすごい。ちょっと戻る。この人すごいんで、裸足でしょ。こうやって避けて接近しながら打つと見せかけて、打たないでフェイントで打つんです。これさすがにこれ福田社長もここ反応できなかった。ほらもうブレード打っちゃってるもんね。フェイントを使うのはね、もう肝なのかな。で相手も焦ってさ、やっぱ相手倒そうと思ってこうブレードをこう打っちゃうから、そうすると下からブレード打たなきゃいけないでしょ。で隙ありになっちゃうんだよね。こう前衛の方がこう動いたのに合わせて
上の人がいたところに打っていくみたいな、たまたま入ったんですよね、その前は。ダウン中、ダウン中、ダウン中ですね、うん、今ね、ほら多分なんだけど、ここでブレードをもらっちゃって、ほら2人に打たれるでしょ、なんかそれでダウンしちゃってキャッチできない状態で危なかったんだよ。食べて、あ、速攻、今速攻しようと思ってましたね。ほとんどこの、ほとんどこの人がやっちゃう。またフェイントやってる。危ない。あー、うまいね。これで時間が残り1秒となって終わりです。はい、結構ね、なんつうんだろう、暑かったっす。いろいろ。この、ゴーグルでも暑かったけど、試合も、なんか、すげえ運動してるって感じがしました、久しぶりに。大体ね、ジムとかで、ね、筋トレばっかしてるんだけど、こうやって、なんか球技じゃないけど、久しぶりにこう、チームでプレーするっていうのを味わって、なんか、良かったっすね。語彙力的にちょっと良かったっす、僕は。こんな感じでちょっと体験させていただいたんですけど、また機会がありましたらちょっとやりに行きたいなと思ってますので、ぜひぜひ波動の方で、ね、皆さん興味あったら行ってみてください。で、波動がやってる体験施設の場所なんですけど、結構ね、世界各国にね、こうあるみたいなんですけどね、とりあえず日本の場所、両国が僕の場合はだって一番近いのかな、東京だから。で、愛知県にもあるし、大阪にもある。あとは香川県なのかな？香川と、こっち何なんだ？佐賀？ SOGA 佐賀にあるのかな、うん、長崎だね。ハウステンボス長崎にありますね。両国と、あと横浜ですね。もし皆さんね、フリーパス券とかあってね、確か1時間のフリーパスか30分のフリーパスがあって、まあ、誰でもね、やりに行けるみたいなんで、ぜひ、行ってみてください。はい。じゃあ今日はね、波動の紹介の動画でした。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。